こんにちは、ウォッチ買取応援団です。本日はグランドセイコースプリングドライブヒストリカルコレクション SBGA127 の実機レビューをお送りしていきます。1967年、諏訪精工社によって製造された同ブランド初の機械式自動巻きモデル 62GS、 それを現代版デザインで蘇らせたのがこちらの時計です。駆動方式を新たにスプリングドライブに変更し、ブランドが55周年を迎えた2015年に登場。世界限定700本で発売されました。非常に好感度が高い国産高級ウォッチ。美しいブルーの文字盤にドルフィン針とバーインデックスの組み合わせ、端正な顔立ちとスプリングドライブ特有のスイープ運針にぜひ注目してご覧ください。ウォッチ買取応援団では時計にまつわる動画を日々お届けしております。チャンネルの再生リストにまとまっていますので、そちらもぜひお楽しみください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。では早速機能面から見ていきます。基本機能は時分秒の三振にデート表示、8時位置にはパワーリザーブインジケーターが備えられています。搭載されるムーブメントは QR65、 セイコー独自の駆動方式スプリングドライブの最高峰です。リューズでの操作は長針の調整と日付のクイックチェンジが可能。リューズはねじ込み式になっており、10気圧の防水性能を有しています。スプリングドライブは1999年グランドセイコーによって開発された機械式とクォーツ式のハイブリッド駆動方式です。機械式の強いトルクとクォーツ式の高い精度、これらを合わせ持っており、重い針を精度よく動かすことに長けています。続いて外装デザインです。外装素材はセイコー独自の素材ブライトチタン、ケースサイズは 40mm×12.8mm 厚、立体的な仕上げが施されたケースはサイドに向かって絞り込まれたデザインになっています。このシェイプとチタンという素材の特性により、サイズほどの重量感を感じないことも特徴です。裏面はシースルーになっており、スプリングドライブの滑らかな動きを見て楽しむことができます。内部のパーツの仕上げも非常に手が込んでおり美しいですね。枠の部分には限定モデルらしくシリアルナンバーが記載されています。風防はサファイアクリスタル、ベゼルごとケースが包み込まれるような構造になっています。スプリングドライブの針の動き、とても滑らかで美しいですよね。他の機構では真似しきれないユニークなポイントだと思います。針やインデックス、文字盤のデザイン、仕上げも素晴らしい。フラットな形状ながら角が丁寧に切り落とされています。見惚れてしまいますね。ラグのデザインもいいですね。グランドセイコーの時計はウェブサイトや雑誌では伝わりきらない美しさがあるので、ぜひ実物で見ていただきたい。ブレスレットもチタン製ですが、ブライトチタンという名称の通り、輝き方が普通のチタンではありません。正直チタンでここまで作り込めるものなのかと驚きます。さらに駒のエッジ部分、表面の仕上げまで製造においてもとにかくどこにも手を抜いていない日本の職人の魂を感じます。遠目に見ても非常に見やすく読みやすい時計であることがわかります。どんなに美しい仕上げが施されていても、あくまで実用時計、日常で使われてこそ価値がある時計だと思います。ビジネススタイルにはもちろんマッチしますし、ブルー文字盤で 40mm というサイズ感はカジュアルスタイルでも合わせやすいかと思います。シーンを問わず使える、まさに最高の日用品と言っても過言ではない時計ですね。以上、本日はグランドセイコースプリングドライブヒストリカルコレクション SBGA127 のご紹介でした。限定モデルのため、すでに新品は完売しておりますが、中古品であればいくつか探すことができました。気になった方、ぜひお店で実物チェックしてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。